明けましておめでとうございます。2016年もしんのすけをよろしくお願いしますということで、2016年一発目のしんのすけの真打ちということでですね、相も変わらずキングオブキングス高槻店お邪魔してます。日付の方はまだ年明けてません。12月7日2015年です。ですので僕にとっては年末最後、2015年最後の真打ちという感じになるんですけれども、これご覧になっている皆さんにとってはもう一発目ということですので、果たしてパチスロ業界2016年どうなるのかというところですね。見通しとしてはですね、いよいよ本格的な新基準期、飛放電であったり、そうですね、北斗の拳友であったり、もっともっと2016年以降出てくるパチスロっていうのは純増が抑えられた、純増1.5枚とか下手したら純増1枚なんていうのも出てくるかもしれません。そういう意味では2016年の展望は、見通しは、個人的にはよく考えてよく向き合っていかなきゃいけないなというような感じでございます。マドカマギカであり、マドカマギカであり、マドカマギカであり、まだその新基準期に移行する前の英的規制がかかる前のパチスロがまだ現役なんですね、2016年も。ということで、今回の真打ちはマドカマギカではなくバジリスク絆を打っていきたいと思います。はい、2015年は僕が打ったのが、バジ絆を打ったのが多分4回か5回なんですね。勝率で言うと負けたのが1回だけという、非常に相性がいいというか、じゃあ絆だけ打ってればいいじゃねえかっていう意見がちらほら聞こえてきそうなんですが、僕にとっての絆は奥の奥の手なんですよね。でキング高槻ですけれども、なんとなんと2ボックス80台先月増大されましてですね、相当力入ってます。2016年も真打ちよろしくお願いします。はい、入りますけれども、まあ、2ボックスあるんで右左分かれてて、左側が前からあった青パネル、右側が新しい赤パネルということらしいんで、寝台の方行きたいと思います。末尾7行こう、末尾7、今日7日だし、末尾7ね、これ行きましょう。動けるかもしれないんで打っちゃいますよ。でモードが良ければ、広角にも上がりやすいという特徴がありますんで、ダメ、もうダメだ、もう無理。はい、これで上がんないんでちょっと移動します。値上げを買ってきたから、なんでやめようと思うと聞くんだよお前。あ、もうどんどん空き台がなくなっていく。できました。よしよし、移動、間に合う間に合う、奥に奥に、あ、末尾7取られてる。じゃあ末尾3や、末尾3行くで、末尾3。ただもしカニ歩きが許されるような状況であれば、朝市のその挙動、広角であり上位モードでありっていうところの台を狙っていった方が、終始的な安定後継感にはつながりやすいと思いますんで、はい、これはチャンス目、チャンス役。はい、もうこの時点でもうやめれないですね。この台ちょっと打っていきたいと思います。ご存知の通り絆の降格率っていうのはゲーム数管理ですね。5ゲーム刻みのゲーム数管理と、
ですので広角の移行ケーキ、移行ゲーム数を把握できればどこからどこまで広角だったっていうのが完全に把握できる仕様になってますね。ほいで設定別、内部招待別、調光なのか広角なのか、あとはモード別、設定別、モード別、内部招待別に、ホテルに値上げを買ってきたぜ。マジリスクチャンス当たった時の AT 当選率が違いますね。高設定になるほど下のモードかつ低角でも AT 当選しやすい。逆に低設定でも上位モード、内部状態、広角なら AT 当選しやすいという特徴があるので、値上げを買ってきたぜ。 AT 当選率から設定カンパをしようとしたらやっぱり内部状態の把握っていうのはこれ大事だという感じになります。何持ってるの？ほらよ。あとチェリースムースですね。強チェリーではないジャックチェリーのスムースに設定差があるので、割と絆の島ではジャックチェリーの整列回数をカウントしている方は多く見受けますね。設定カンパのポイントとしてはいわゆる謎 PC ですね。巻物も引いてないし何も引いてないのに何だか知らないけど PC が出てきて、しかもそれが同色だったというのがこれ高設定のサインになるんですけれども、さっきの巻物どこ行った？さっきの巻物どこ行った？その前の巻物もどこ行った？でね、巻物のね一挙手一投足というか巻物の挙動にいちいち反応しているのだとおそらくこの台勝てないです、ね。はい、投資が2台合わせて5本です。5本。本当にちゃんとここは反応してあげない。青一応選ぶ素振りは見せた後のゲームですけど、ちょっと弱いね。広角 BC っぽくて、しかも一枚役をそれまでに3回引いてるんですよ。当たんなそうじゃない？お、当たって うわ、左と右は一発そうだよ。おい、マジかよ。マジかよ。あー、よかったよ。とりあえず BC 終わって特等部じゃないとがっかりな感じなんですけれども、合格を確認できればセーフみたいな、なぜかっていうとライブモードがいい時ほど BC 終わった後に合格を選びやすいからですね。でこの BC 後の合格もゲーム数管理ですので、5、10、15、20、30みたいな感じで5ゲーム刻みになってます。はい、BC 後20ゲームでステージが移行しました。はい、まだ降格ですね。ってことは25ゲームまで、降格ではあると。降格中に、ジャックチェリーでありベルラリっていう内部状態移行ケーキを引くと当選した場合にゲーム数が上乗せされて、勝てて加えて降格にいた場合は超高への移行抽選が行われて、その結果として団長屋敷という感じですね。
これはちょっと当たってくんないといけない展開ですね。もうトントン拍子に上がるってことは、内部的なモードは上にいます、上にいます。で今現状僕は何も引いておりませんので、いわゆる調光中の謎当たりしそうです。あ、頼むよ。ちょっと今俺そういう説明してたから、そこ空気読んでよ。なんで当たんないの。あるよね、計算し。もう今もら、今心の中でガッツポーズ、かなり深いのやってたのって、ね、絆の怖いところは、まあこれもう基本的なことなんですけど、 AT 当選を左右する内部的なもの ABCDE って5種類あるじゃないですか。それって1回目の BC では A でした、2回目は B でした、3回目は A でしたみたいな感じで、あらかじめ、決められてるんですよね、まあ、テーブルっていうんですけど、テーブル別に決められてるんですけど、確かそのテーブルの本数自体が28本とか32本とかものすごい多いんですよ。で、おおむね、30本近くあるテーブルの中の3分の1はもう BC 間ではまらない、 AT がはまらない、だから当たって AT 出てきた、 AT 終わった、 BC 当たった、また AT 入ったみたいな、結構設定1でもそこのテーブル行っちゃうとあたかも高設定みたいな動きをするテーブルなんですよ。で結局高設定ほどそのすごく AT 当選が優遇されたテーブルに移行しやすくてループしやすくて、結果として、高設定ほどまあ、BC 間の AT にはまりにくいという特徴があるんですけど、この絆のいいところでもあり悪いところっていうのは、仮に設定位置を打っていても、要はいいところ、いいテーブルを選んじゃうと、あたかもまるで高設定のような動きをする。だから位置でも結構いい手玉を得られちゃうっていうのはいいところだし、逆に位置でも良さ挙動しちゃって捨てるに捨てれなくなっちゃうっていう悪いところもある。で、そんな中皆さんが口を揃えて嫌がるのが BC 感のハマりですよ。66分の1の脇物がなぜだか知らないけど全く引けないみたいな、だいたいそういうことを言ってる時っていうのは大負けしてます。3万、下手したら4万ぐらいやられてる。だから考えないようにした方がいいと思うんですよね。ああ巻物引けてないなとか、この巻物を引けないっていうキーワード、これを出した瞬間引けなくなると思うんですよ。だから別に何も考える必要ないと思う。はい、 PC 号300ゲームというところで、もうこうなってくると、ああ500までハマるんだねっていう覚悟は決めちゃった方がいいです。当たんない当たんないって死ぬものしても当たんない時は当たんないですから、そういう時はもう覚悟を決めて打ち進めるか、それとも休憩を取るか、その2択です。ああ引けない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 ってイライラしたところで、引けないものは引けないですから、面白くなくなるだけでなんで、僕はこれ500まで行くんだねって言ってるんです。はい、もう最悪のパターン話しておきましょうね。もう間もなく500ゲームなんて PC 関係者の PC プロですけども、その時の内部状態ですよね。できれば超高最低広角で臨みたいんですけど、あ、これでよかった、これで多分広角ゲーム数担保されるから、まだ足んないね、466。内部状態で AT 調整率が全然違ってきますので、だから PC 間500ゲームをやっぱり時峠、もっと言えば団長屋敷で迎えたいわけですよ。だこういうステージで迎えたくないわけですよ。ああこれはどうやら最悪のパターンで500ゲームを迎えそうですね。これは負けるやつや。
ざけんなよ。ここで怒っていいと思う。ここで初めて怒っていいと思う。ざけんなよ。まあ、ケンの。あ、いいぞ。ナイス。チェリー。おいおい、巻物とか因縁だってマジで。498ゲームで巻物とか因縁だって。ざけんなって本当。リピじゃねえよ。お、あー成立後だからダメだろうね。これ大ピンチ。しんのすけ大ピンチ。投資が都合2万円。ただボードはいいはず、C はいい。はい、白。いいぞ、決戦の時。ノーノー、 900、 あー、ダメだ。最悪のパッティングです。仮に広角にいたとしたら1でも3分の1、6で半分当たったからこの人はモードシーンからね。それでまたそのテーブル方式っていうモードをテーブル方式で管理してるもんだから、さっきモード C にいたっぽい、じゃあ今回もモード C かって、そうじゃないんだよね。これが怖い。よし、これ当たんだろうなあ。赤文字はさすがに外さねえべ。よし、悪くねえんだよな、さっきからな。白まあ仮に今のがモード B で広角だったとした場合、1で8分の1、6で4分の1を外したと思えば、外れることの方が多いと思えば、まだ我慢していい。お、このツーベルから発展しましたよ。これは何だ。もちろん勝負どこやん、勝負どこやん。モード B かモード C 期待できるシチュエーションだよ。同色でございます。お見事です。よし、勝負。おいおいおい、 QE なしかよ、 QE。 あ、あ、まあ、あ、どっちかわかんない。巻物っぽいよね、だけど。
どうだろうね。まあ、よかった。とりあえず。スロー24回目の景色で。この前、俺ここで327の8分の1聞いたんですよ。多分これでようやくだと思うんだよね。告知だと思うんですよ。先に演出で確定させちゃいましたけど、おそらく巻物の4分の1で当たったんじゃないかな。同色だから4分の1より全然上ですもん。だから挙動としては設定ある挙動かっていうとそうじゃないですよ。まあ、ご覧のところ